山崎のスリーは来ました。そしてまたアウトナンバーになります。山崎早いタイミングで来ました。連続で来ました。ここはフィナが行く。そして乗せましたマイケルパーカー。いいですね。いやこの辺りは川崎はちょっと得点が止まっています。このところ入ってきた松田。あいいですね。この辺のポストプレーですね。ちょっとステップアップうまいので、はい、またはどうだ。熊谷いいパスですね。はい、藤井が自分で行って、いいパスが藤井が取れました。こういう噂がね、藤井があるんでね、この辺りは守り方も変えるという。あまるで行きましたが、ブロックです。浜田選手が来ました。素晴らしいですね、この辺りね。今を予想している18番の鎌田。松田、どうですか。ちょっとこないところを藤井が取れました。この出しますがどうだ。激しいディフェンス。ショットクロック残り5秒切っている。外を出してショットクないところ。最後落ちましたが、カバーしました。はい、カバーしました。今ね、なんかね、疲れだと思うんですよ。そこの辺の部分をしっぷりと切ってるっていうかね。この試合が終わって休みに入りますからね、ショットクね。ああ、ブロックです。サインのブロックです。昨日もマサ君前のブロックされてる。ヒースが走ってくる。走ってきて、これがバスケットカウントになりました。素晴らしい早いタイミングでスリー来ました。今日2本目。ただあれですよね、ここもまだつながる。バルビンが自分で行きましたが落ちる。会場ですね、これはね。2度目のテクニカルファール。キーナンがいきます。最後はバルビンに合わせました。うまいですね、はい。ここはまあローテーションすると抑えようがないですからね。最終第4クォーターに、まあ、ワンポゼッションかまで決めるという追い上げもありましたが、ここはよく決めました。今日は、まあ、一口を吐いているファジーカス。篠山、ジャンパーしました。はい、これ3本ですけどね、いいとこ繋いでますよね、はい、篠山ね。おー、山崎、スリー来ました。いい形で決めてますね。ブラウトしてしまう可能性あるんでね。なんとかこの一桁台のところでついてきたんですね。篠山スリーどうでしょうか。おー、来ました。篠山繋いでるんでね、なんとか繋ぎ止めている。川崎の象徴篠山、ここもファウルなし。川崎ボールです。ヒラン、ヒラン対ファジーカス。アキチェンバースのスリー来ました。群馬の篠山、日本スリーポイント進めている。ゴール下、熊谷バスケットカウント。ここもいいポジションから。セカンドチャンス、ゴール下、押し込んだ。あ、トラベリングです。トラベリングですね。ここはファジーカスと鎌田でよく守りました。まあ、なんとかシュートで終わりたいですね。終わりたいですね。下押し込んだ。あ、ここも篠山の手が伸びていました。篠山走った。さあ、これで4点差になりました。スリーはどうだ。短い。あ、これは前のロングパス。